これすげえ面白い。キャラクターって自分の中で解放して、それを隠さないで恥ずかしがらないで描けるようになったら魅力的になるんだと思わない？はい、そうですね。自分も結構やっぱりこう苦労したのは、やっぱり腹を割るのがなかなか難しくて、そのままやっぱずっと転校生でいたのかもわからない。自分がずっと好きなものを言わずに、はい、両親のある漫画を描いてきたのは認めるんだけど、ここに来てようやく本心から描いてきた漫画描けるようになったんじゃない。自分の中の毒とかね、そんなかっこいい主人公っていうのを自分が描けないなと思って、かっこいいと思ってるもん、かっこいいと思って、まま描けないなと思って、うん、青月牛を後ろ取らない主人公はやっぱ目が特徴的だと思うんですね、うんうん、あの全てこう思いとかが目にあって、目がこう全てを語ってるところがある。今度主人公のハニーバニー、主人公の一人ハニーバニー、目が出てないよね。そうなんですよね。それって今日すごく面白いよね。はいはい、そうですね。あの前に、牛夫トランの時に片山言ってたんだもん、はい、牛尾みたいな眩しい主人公っていうのは、はい、自分にはちょっと描けませんわって言ってて、はいはい、これさ、はい、ハニーバニーは完全にかっこいいから、はい、今度は目が髪の毛で、はい、見える状態にないっていうのは、 すごく象徴的だよね。そうですね。それでだんだんこう自分でかっこいいと思うのかっけるように、さらにもっと腹を割れるようになろうとする経過なのかもわかんないですね、うん、やっぱりこれは、はい、ちょっと面白そうな作品ですよ。